はい、この動画ではこの星を折り紙で作っていきます。表も裏もどちらも同じように見えるので飾りにぴったりの星です。糊なども使わずに折り紙1枚で仕上がっています。では早速作っていきましょう。使う折り紙は1枚です。まず色の面を上に置いたら半分に折って折り目をつけます。開きます。反対側も半分に折り目をつけます。開きます。今度は白の面を上にして三角形に半分に折ります。開きます。反対側も三角形に折ります。開きます。そして色の面を上にして今ついている折り目通りにこのように三角形になるように折りたたみます。両側の縁をそれぞれ中心の折り目に合わせて折ります。裏返してこちらも同じように両側の縁をそれぞれ中心の折り目に合わせて折ります。はい、一度全部開きます。開いたらこのような向きで折り紙を置きます。次はこの中心から一個隣の折り目、ここの折り目の角、ここを起点にここの縁がここの折り目に合うように折り上げます。残り3箇所も同じように折っていきます。中心から一つ隣の折り目のこの角、ここを起点にここの縁がここの折り筋に合うように折り上げます。はい、ここも同じです。一度開きます。次は今折った折り筋とここの
折り筋が交差する点、ここにありますが、この点で角を内側に折ります。そしてこの角がこのここの折り筋にぴったり合うように内側に折ってここで折ります。こちら側も同じです。この折り目が交差しているここの部分で角を内側に折ります。そして角は折り筋にぴったり合うように合わせて折ります。はい、右と左2箇所折れたら次はここの折り目が交差するこの部分とここの折り目の角、折り筋がついている角、この2つの点を結ぶ線で縁を内側に折ります。この線で はい、このように折りました。次はここに折り筋がありますが、この折り筋の角、こことここの折り筋の角、この2つの点を結ぶ線で縁を内側に折ります。このように折れたら次はちょうど下の角が内側に入り込んでいますが、ここの角を外に引っ張り出します。引っ張り出したらこの角は右側に倒して折っておきます。ひっくり返して今と同じ折り方をこちらでもします。ここの折り筋の交わるところとこの中心の折り目のこの角、ここを結ぶ線で縁を内側に折ります。次はここの折り目の角とここの折り筋の角、この2箇所の点を結ぶ線で縁を内側に折ります。そしたらここの角を外側に引っ張り出してきて
右側に倒して折っておきます。はい、このように折れました。次はここの角、左右の角が下の角に合うようにこのように折って、こちらもこのように折って上の部分が同じように自然とこのように開くようにして、このように折りたたんできます。はい、次はちょっとややこしいのでしっかり見ていてください。ここの内側に入っている角、この部分を上に持ち上げるようにして、この角をつまむようにこの折り目が山折りになるようにして、こういうふうにちょっと角が出るようにこうやって引っ張り出してきます。そして引っ張り出した時にここの長さとここの長さ、そしてここからこの交わるところからこのここの長さ、この3箇所の長さが全部同じになるようにこの角を上に中割り折りをするように引っ張り出してきて、こことこことここの長さがちょうど同じ位置になるように決めて、そこでしっかり折っておきます。はい、ここの反対側の角も同じように折っていきます。まず上に引っ張り出すようにこの角を山折りになるようにこうつまむようにして引っ張り出してきて、こことこことここの長さが同じになるように調整して、このぐらいかな。この長さ、3箇所の長さが同じになったところでしっかり折ります。こことこことここの長さが一緒です。はい、このようにバランスが取れるように折ってください。次はこの中心の折り目が山折り、右の折り目が谷折りになるように、山折り谷折りになるように右側に折ります。このように折り返します。裏返してこちら側もこの線が山折り、この線が谷折りになるように右側に折り返します。そうするとこのような形になってきます。
次はこの下に飛び出ている2つの角ですが、この角をまず左側の角、ここをこの線で上に折り上げて、この部分を内側のここの隙間に入れ込みます。裏返してここの飛び出ている部分もここの折り目で上に折り返して、ここの隙間に入れ込みます。はい、これで星の形が完成しました。表も裏も同じ形なので、例えばぶら下げて飾る時などどちらが見えても同じなので飾り付けにぴったりです。折り紙1枚で糊なども使わずにこのように可愛らしい星が出来上がるので、ぜひ皆さんクリスマスの飾りにはたくさん作って飾ってみてください。途中ちょっとややこしいなと思う折り方があったかもしれませんが、手順通りに折るとこのように可愛らしいお星様が出来上がります。そして普通の黄色の星だけでなく、このように模様の入った折り紙で折ってもとっても可愛らしい星が出来上がります。ぜひ皆さんもいろいろな折り紙で星を作ってみてくださいね。